い、こんにちは、スワクタと申します。今回はですね、購入品紹介動画なんですけれども、まあ少しだけ内容が違います、いつものやつとは。まあ実際に使うカードを買ったわけではなくて、まあね、近所でフリーマーケットやってたんですよ。まあ本当に汚いっていう言い方はあれだけども、なんて言うんです、ザッだとした、まあなんで整然とした、そんな綺麗に漂ってるようなものではなくて、本当になんだろう、それこそ公園であるような、公園とかデパートの屋上とか、そんなんであるようなところ、まあハンターハンターでベンズナイフを売っていたようなところ、クラピカが300円にぐらいで買ったやつ覚えてるかどうかわかんないけどそんなところで遊戯王のうつがってたんですよ。まあそこでまあおっちゃんがね、普通にまあ売ってて、でそれを買ったんですけど、あのね、そこでね、ちょっとわかんないやつがあったんですよ。これなんだっていうやつ。普通の遊戯王グッズも買ったんですけど、それ以外にちょっとなんかはてなって思うやつがあったんです。でまずじゃあ普通に買ったやつ、まずこちらストラクチャーデッキ遊戯編最初のやつです。オフィシャルカードゲーム史上最初のやつ、ね、でまあさすがに未開封ではなかったんですよ。これ開いてるんですよ、これ普通に。僕が開けたんじゃなくて普通に開いてたし、まあそもそもずれてるし、買った時からこんな感じだったから、まあひょっとしたら何個か抜かれてるかもしれない。でこちら、これはなんかタダでくれたこれなんかこれも持っていきって言われたんで、これタダでくれました。これ何かな、まあ、ブースターについてくるコンボ紹介の何かだと思うんですよ、コンボがね。見ていくとこんな感じ、ほら、必勝コンボ5、自業自得&サイバーポット、相手フィールドにモンスターを増やし自業自得の効果を最大限に引き出す使用法、サイバーポットの効果でフィールドにモンスターをたくさん展開させて1体につき500ライフポイントのダメージを与える自業自得を発動。自業自得の使いどころさんは、相手のモンスターが3体以上並んだ時、サイバーポットの効果で相手に2体モンスターを出させれば、次の相手ターンにモンスターを召喚したところで3体並ぶので使用チャンスは多いっていう話ですね。なんで3体なんですかね、スピードデュエルかな昔すぎね、懐かしいね、サイバーポット、これも最初のところだったのかな。はい、ルールカード、ルール2、ライフポイントはプレイヤーやモンスターが相手の攻撃で防御に失敗した場合に状況に応じて減っていきます。そして相手のライフポイントは0になった時勝利となります。プレイヤーと相手のライフポイントが同時に0になった場合、そのデュエルはお互いに引き分けとなります。またプレイヤー側なんですね、まあ、ルールカード、こんなんなんだね。でもバラで入ってるんだ、いちいち入ってるのかな。あ、ジュニアルール、入門ジュニアルールなんてあるんだ、へえ。なんか違うのかな、ジュニアルールって。必勝コンボ集、革命&メダモルポット、相手の手札を増やさせて革命の効果を最大限に増やします。相手の手札1枚につき200ライフポイントのダメージを与える魔法カード革命、うわー、あったなこれこれあったな、これデュエルリンクスで使えませんでした、革命ね。えなんかDP 増やすために、デュエルポイント増やすために懐かしい。必勝コンボ集2、ペンギンソルジャー&効果付きモンスター、一度しか使えない効果付きモンスターの効果を再利用できる。一度しか使えないっていう言い方もなんかおかしいと思うけどね、バウンスしたらできると思うけどな、普通に。ジュニアルール入門編、なんか見た感じ一緒みたいですね、なんかね。必勝コンボ、魔力のトゲ、メタモルポット、メタモルポットとサイバーポットばっかりやないか。手札を強制的に引き出せ、魔力のトゲの効果を最大限に引き出す。お互いに手札を捨てて、その後デッキから5枚カードを含むメタモルポットを発動して、さらに魔法などの効果で墓地に捨てたカード1枚付き500ライフポイントを与える魔力のトゲを発動するってことだね。魔力のトゲもなんかあったな。必勝コンボ集1、革命&メタモルポット、またかい、またメタモルかい。必勝コンボ3、ブラックホール&遺言状&デビルハンケン、うわー懐かしいで、デビルハンケン、遺言状ってクソ懐いな、あったあった、こんなの。ブラックホールで自分のモンスターを敵ごと全滅させて遺言状を使用してデビルハンケンを敵から読書、そうなんですね、遺言状発動した後自分フィールド上のモンスターが墓地を送られた時、デッキからモンスターを好きなタイミングで出せるんですよね、遺言状って。確かメインフェイズの間だったんだけど、あったなぁ、夏いわ。これ何やったっけな、タッグフォースで使いましたよ僕。
禁止カードだらけのデッキで、何に使ってたっけな、デビフラだった気もするな、確かに確かにデビフラだった気もするし、他なんだっけな、なんだ、魔導サイエンティストだっけ、処刑人マキュラ、あ、処刑人マキュラは出ないのかか、なんかを出してた気がする。遺言状って懐かしすぎるわジュニアルール編入も変ね、これね、これも一緒だね、はい、うわー、こんなん、これいいな、これトークンとして使おっかな、これ何気にレアなんじゃないって話、シャーディーいるよ、シャーディーはい、それじゃこっち本命ね、ほらほらほら、もう破れてんもん、これで、裏見てみると、ね、見えますかね、見える、あったあった、はい、ブラックマジシャンガール、暗黒騎士ガイア、翻弄スレイルの剣士とかあるんですけど、これここなんですよ問題、これほら見てください、サイドデッキあるんですよ、これシルバーホング、ブラックマジシャン、ルイーズとか15枚きちんとあるんですよ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 で、融合デッキ1枚しかないんですよね、遊郭厳守決まるしかないんですよね、確かこれ出た頃融合モンスターってこれぐらいだったっけ、なんこれが出たのかいつだったか分かんないんだよな、最初翻弄するエルの剣士とかマグネットバルキリオンがあるっていうことはバトルシティも結構過ぎてるはずなんだよね、だから相当後だから融合モンスターも相当あるとは思うんだよな、じゃあまあ見ていくか、うわこれ夏、うわすげえ超夏い、はあ、そうこれあった、あと僕持ってた、兄貴か誰かが持ってた気がするよ、俺にくれたもんこれ、エクゾディアきちんと書いてるうわ夏、マジシャンオブブラックかスペンギンソルジャーかな、旧敵、これも何気にレアじゃないこれの存在がまたレアじゃない、ちゃんとコンボ書いてるわここらへん、ブラックマジシャンこの絵柄なんですね、パンドラ版かな、いやパンドラ版じゃないか、こういうパンドラ版はまたもっとなんか別のであったっけ、ウルトラで、ここがか、あれかな、ストラクチャーデッキのあの紙シートはないのかな、はい、まずいきます、ガイアパワーね、あったな、これね、あの僕が最初に作ったデッキのうちの一つだったはず、地属性デッキで、ガイアパワールイーズ、うわ超この絵柄よ相当なつい、ブラックマジシャンノーマルでこれ、あ、ブラックマジシャン2枚入ってるんだ、マグネットバルキリオン、クリボー、こうか、クリボー、マジシャンオブブラックカオス、魔法除去、僕デュエルリンクスやってきた頃これが唯一の除去だったんですけど、ツイスター以外では今これ使えるんですかね、血の代償ね、これジムで持ってるわ、真実のね、54位、エクゾディアで使ったな、抹殺の人、これもし次クローラーが流行ったらまた使えるんじゃねって言われてちょっとワクワクしてる、早すぎな埋蔵はこれ入ってこないのかな、エラッタされるとしたら多分洗脳と同じような感じになると思うんですよ、はい、通常召喚可能なモンスター1体を選んで特殊召喚みたいな感じになると思うんです、それでも強いとは思うんだけど、早すぎな埋蔵は、死のマジックボックス、融合、シルバーホング、うわこれレベル3だったんだお、ブラックホール、旧敵のブラックホールはちょっと欲しかったんで、増殖、この時代に速攻魔法の概念はあったんだですね、ちゃんと地割れ、あ、軸だけじゃない、違うのか、幽玉幻獣キマイラ、このカードが破壊された時墓地にあるバフェットがガゼルを一体を特殊召喚する、岩石の巨兵、これも普通に強かったよね昔、
守備力2000でレベル3だったから、カオス、黒魔術、儀式、シフトチェンジ、俺これ好きだったわ、シフトチェンジ、ウルトラ、旧敵のウルトラが大好きで、どんなデッキにもとりあえず入れてた。あ、ちなみに僕はあの、自分フィールド上の、これあるじゃないですか、自分フィールド上のモンスター1体を指定した時には続き、他の自分のモンスター入れ替えるっていうのを手札のモンスターとやってたできると思ってた、原作と一緒で普通になんかあの、何、相手が攻撃していた時、シフトチェンジ発動って言われて、なんか何、なんだろう、ルイーズ戻してブラックマン、手札のブラックマンシャン特殊召喚とかやってたマジカルシルクノットで、幻獣王出せる、何が幻獣王なんだお前で、バフォメット、このカードが召喚に成功した時、幻獣王ガゼルをデッキから手札に手加えることができる。まあ、これなかなか強いじゃんと思ったけど、これレベル5なんだよな、ざっけんなよてめえで、暗黒魔族ギルファーデーモン好きだったな。これはジャンプ付属のウルかなんかがあったはずだよな、俺覚えてる、天使の施し、こっから多分チート魔法カードのオンリーじゃない、あ違った、あれこんなんだっけ、メインに入ってるの、マグネットフォーリア、ガンマ、余談ですけど僕はマグネットフォーリアの中ではガンマが一番好きです、このイラスト、ベータ好きっていう人が多いと思うんだけど、僕はガンマが一番好きで、アルファ、あ、攻撃名はアルファが一番かっこいい、時空剣1000だからで、バスターブレイダー、当時はバスターブレイダー大人気だったよね、巨大ネズミ、ストラクチャーデッキでこういうの入ってるっていうのは結構良かったよな。サイバーボット、これが帰ってくるとしたらな、どうだろうな、リバースした時フィールド上のモンスター1体を破壊してデッキからカードを3枚めくってモンスター1体を裏守備で特殊召喚して、そのそれら以外を裏守備裏側で除外すると、そんな感じになるのかな。サイクロン、ハリケーン、サイクロン、はい、いじられてるようでいじられてない、あ、いじられてるわ、多分ブラックマジシャンガールがないもんなはい、いくつかないもんね、ブラックマジシャンガールと、ブラックマジシャンガールと死者、聖なるバリアミラーフォースなんだよね、死者蘇生もなかったから、それ以外ハリケーンが一枚ないのかと、あ、マジックシリンダーもない、なんか何気に抜かれてる、六芒星の呪縛もない、何気に抜かれてるマジックジャマーもないのか何気に相当抜かれてた、そして中途半端に抜かれてたはい、でここまではいいんですよ、ごめんなさいね、ダラダラやっちゃって、ここまではいいんです、ここまではまあ僕の趣味だったんですよ、でその横に置いてあったやつが問題なんです、これです、写真で見た感じ本物の写真なんですよ、これ裏から見てもらったら分かるんですけど、富士フィルムって書いてるし、ここにね、見た感じ本物の写真で、でまあ見せますね、これこんな感じ、ブルーアイズはホワイトドラゴンとレッドアイズのやつなんですよ、でこれ写真のはずなんですけど、こういう袋に入ってて、で何にも書いてないんですよ、ここら辺ね、中にも後ろにもブルーアイズもほら何にも書いてない、遊戯王の刻印も書いてるんですよ、でこの詳細を誰か知ってる人いませんかって感じで、明らかに普通に撮ったとは思えないんですね、これ普通にインスタントカメラで撮ったとは思えないんですよ、当時を考えるとインスタントカメラだなとは思うんですよ、インスタ富士フィルムって書いてるし、ね、普通のやつがこんなん撮らないでしょ、ゼロ、ほぼゼロ距離だから、こうで、で何かしらのイベントで配られたものなのかと思ったけど、それだったらこんな感じにはならないよなって感じで、でもしこれ見てくれてる人、仮にこの辺の詳細分かる人いましたら教えてほしいです、仮にね、いや本当はただ単に誰かが気まぐれで撮ったもんなのかもしれないけど、妙に気になったって、まあ、ぶっちゃけなしこっちおまけでこれが気になったから買っちゃったんですね、これで視聴者の皆さん、これを見てくださる皆さん、誰でもいいですけども、これの詳細分かる人いたらコメントか、もしくはツイッターで僕にリプくれれば嬉しいです、はい、以上です、ワッテカの購入品紹介動画でした、またお会いしましょう、バイバイ。